お元気ですか？スタジオ羽根です。今日は分離食を一緒に共有できたらなと思います。売られているこのチューブ、ちょっと見えにくいですけど、ここのところに見えるかな？よいしょ。G と書いてあります。この G と書いてあるのと、G と書いていないのが焦点が合わない。G と書いていないのが存在してます。G と書いてあるのが、グラニュレーションから粒子が粗く、もしくは比重が高く、それぞれがくっつき合って大きな塊になりやすくて、画用紙の凹凸のところに留まってしまう、そういう特性があります。簡単なイメージですが、画用紙にグラニュレーションカラーは表面に乗っかっていて、ステインカラーは繊維の奥に入っていくことができるということです。光の減少もあって、グラニュレーションから画面の外に飛び出している色は発色よく見えたり、中に収まっている色はしっとりとした感じに見えたりします。これらの特徴を活かすと、画面の中で色が分離して見せることができます。ちなみに、僕のパレットでは、よいしょ。バンダイキブラウン、ウルトラマリン、キナクリドンスカーレット、ビリジャン。これらがグラニュレーションカラーになってます。これを使って絵を描いています。逆にステインカラーであるコバルトブルーヒュー。こちら発色は似てるんですけれども、こっちの方横に並べて置いてあります。スカーレットはバーミリオンやクリムゾン。こういったステインカラーと違う用途で使うようにしてあります。皆さんも自由にパレットをね、使ってもらえたらなと思います。小さい方はウルトラマリン。これがグラニュレーションカラーになっているので、分離をわざとさすようにクリムゾンと行っています。黄色系の色はステインカラーが多いので、あまり意識することは不必要かなと思います。バンダイキブラウンです。僕がよく使うのはホルベインの絵の具ですが、この分離色、シュミンキュホラダム、ハルモニア透明水彩などは分離色で有名なところです。今日はこのホルベインの絵の具の中の分離色一緒に実験していきましょう。気をつけないといけないところがあります。コバルトブルーとコバルトブルーヒュー。名前は似てるんですけれども、ヒューがついている方は G ではなく S です。コバルトブルーの方は G 表記になっています。説明させていただいた通り、分離するので画用紙に染み込む染み込まないというのがかなり影響します。早く乾く紙、ビフアール、アルビレオなどのパルプ紙を使うとその反応が顕著に現れます。さあ、楽しい実験の時間です。キナクリドンスカーレット G、 コバルトブルーヒュー S、 そしてパーマネントイエロー、こちらももちろん S。 なのでキナクリドンスカーレットのみが中に入れない、あとは中に入れる、やっていってみましょう。これは三原色でもありますので、三原色を作る組み合わせとしてもいい参考になるかなと思います。この入ってる箱の端から使うように僕はしてます。混ぜます。今度パーマネントイエローをさらに混ぜてみます。濁色ができました。よいしょ。乾かないとちょっと分かりにくいので、しばらく放置します。その間に次はクリムゾン S、 コバルトブルーヒュー S、 パーマネントイエロー S、 すべてステインカラーなので、こちらとの反応の違い出たら面白いですね。クリムゾンちょっと色が濃いですね。バーミリオン少し入れたいですが、これにコバルトブルーヒュー、この色にパーマネントイエローを混ぜます。はい、できました。できたけど乾くのを待たないとしょうがないですね。ちょっと強制的に乾かしましょうか。いや、自然乾燥の方がいいな。ちょっと横の方でバーミリオンとクリムゾンを混ぜて、キナクリドンスカーレットに近い色を作
てみます。はい、乾きました。おー、反応してますね。と、ピナクリドンスカーレットとコバルトブルーヒュー G と S の組み合わせにおいて、こういったところが色が分離し出していますね。灰色の方でも少し分離して薄く見えるところと濃く見えるところ、わかりますでしょうか。こっちのクリムゾンとコバルトブルーヒューの方です。こっちの方がちょっと安定してるように見えませんか。この灰色混ぜた時のこの感じとこの感じ、こっちの方が穏やかに均一に塗れていますね。こっちは均一じゃなくって、やっぱりその反応、表面に残っているのと奥まで入っているとの差が生まれてます。こっちの方もそうですね、二つとも S で作ったものだったらこんな感じで全体的に安定します。これですね、この画用紙の目にの上に乗ってるのと下に乗ってるの、これが分かれている証拠ですね。ここですね、混色でもこれだけ画面に差ができるということは、丁寧にペタッと塗りたい空などの時に、さあどちらの方が好ましいでしょうか。やはり実験しておきましょう。実験大好き。まあ蒸気の結果から言うと、両方ステインカラーを使った方がいいので、組み合わせですね、空を塗るときに例えばグレーオブグレー使う、これは決定として、グレーオブグレーは S なので、これの足し算が例えば明るい色だったらコンポーズポーズと、暗い色だったら、コバルトブルーヒュー、これは S なので両方大丈夫そうです。おそらくダメになるのがウルトラマリン。まずダメな方行きましょうか。はい、ウルトラマリンとグレーオブグレーの部分です。はい、中にコンポーズブルーの空を作っておきましょう。コバルトブルーヒュー、両方ともそこそこ適当に塗ってます。空の時点で反応が出ました。ウルトラマリンです。つぶつぶが見えるの分かりますか。つぶつぶが見えますね。コンポーズブルーは繊維は見えるんですけれども、紙の繊維は見えるんですけど、中まで入ってます。コバルトブルーヒューは綺麗ですね。ちょっと映像では見えづらいかもしれないですけど、コバルトブルーヒューの勝ちです。ステインカラー使うとマットな仕上がりになりやすいですね。フラットなマットな仕上がりになりやすいです。また絵の中でこの特性を活かして描いていくことができます。遠方の緑、
ってきました。近景の岩や森はビリジャン、バンダイキブラウンを使って、このにじみというか分離した感じですね。これを一つの情報として手前に配置してみました。発色もやはり力強さと奥に入っていく部分とで、遠近法が使いやすいんじゃないでしょうか。ウルトラマリン、コンポーズ、コバルトヒュー、これら今回はグレーオブグレー混ぜてみましたが、それぞれ空色にはなるけれども、ザラザラとした感じ、コバルトヒュー少ないですね。皆さんもグラニュレーションカラー、ステインカラーをパレット上に配置し、そして使い分ける、これも一つの上達かなと思います。情報共有でした。ご視聴ありがとうございました。それぞれの学びたい分野を再生リストに作成しておりますので、ぜひご活用ください。初心者の方は基礎の学びとして再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。